CD14 は人やマウスなどに見られる遺伝子もしくはそれが高度するタンパク質である。CD14 タンパク質は自然免疫系の構成要素の一つである。CD14 は2種類の形態を取り得る。一つはグリコシルホスファチジ類のシトールアンカーによって細胞膜上に固定された膜貫通型タンパク質でもう一つは可用性タンパク質である。 SCD14 は MCD14 の細胞膜からの脱落あるいは細胞内輸送によって直接分泌されることによって生じる。X 線結晶構造解析により CD14 の構造が明らかになった。これによると CD14 は単量体の折れ曲がったコイル状の構造を持ち、アミノマッタンには素水性のポケットを持つ。CD14 は 最初に発見されたパターン認識受容体でもある。CD14 は強受容体として働き、細菌に由来するリポタ糖を認識する。CD14 と LP 図の結合はリポタ糖、結合タンパク質に依存し、LBP の存在下でのみ、CD14 と TLR4 は LP 図と結合しうる。LP 図は CD14 の主要なリガンドであるが、CD14 は 他にも、細菌由来の病原体関連分子パターンを認識することができる。また、CD14 は TLR4 のみならず、TLR2 や TLR3 のリガンド結合にも関わる。TLR のシグナル経路。灰色の点線は未知の経路を示す。CD14 は、探求、マクルファージ、下流球などの骨髄系細胞に発現している。ありがとうございます。